はいみなさんこんにちは今日も新しい GPT 図を作りましたサムネにもありますように漫画用の GPT 図ということで今回は他の取り合わせもあると思うんですけれどもキャンバーを使った作り方というのをお話ししたいと思いますとっても便利に使えますのでぜひ最後まで見ていってくださいじゃあ早速やっていきましょう4コマ漫画作っちゃうぞ というようよな GPT です。今回も無料で皆さんに配布しますのでチャット GPT プラスのユーザーさん今ちょっと登録がですね制限がかかっているようでなかなか順番待ちリストが自分のところに回ってこない方もたくさんおられるんでしょうけれども11月の7日の OpenAI のデブデイあれ以降ですね世界中が一気にプラスを使いたいというユーザーさんが 増えたよよううでで制限がかかっているようです。じゃあやっていきましょうスターターとして4コマ漫画を一緒に作ってというボタンがありますのでこれからやっていただきますもちろんもう慣れてる人は最初のプロンプトでいろいろ注文をつけてもいいです4つの質問が来ましたこれは少し曖昧でも大丈夫ですどうしても情報が足りないと思ったら g p t 図の方から 聞いてくれますのであまり気にせずやってください漫画のタイトルというのを作ってみたいと思います漫画のタイトルはうどん屋での失敗というので作ってみようと思います登場の人物はつよし概略があればもう書いておいてくれてもいいと思いますなかったら向こうから聞いてきたりしますけれどもそうですねはい唐辛子を入れすぎちゃった というようなストーリーにしたいと思います漫画のタッチですけれども白黒の線画なのかハーフトーンなのかカラーなのかというようなものを選びますカラーでと年齢性別などというのも入れてくれればいいと思うんですが最大3人までの登場人物を出すようなことができますそしてですねナスビんとかキュウリんとかいうような擬人化したようなものも 対応できるようにしていますので、もしやるときは一度やってみてください。これでプロンプトを送ります。了解しました。うどん屋での失敗というテーマで、強氏がからしを入れすぎてしまうというストーリーをカラーで描きます。案を出してくれています。1のシーンは、強氏が友達と一緒にうどん屋に入る。セリフは、このうどん屋評判いいんだよ。友達楽しみだな。こんな風に、 僕が「つよしだけ」とかいたんですけれども友達がいた方が面白いなというふうなことでこういう追加もしてくれるということです。つよしが唐辛子の容器を取るちょっと辛くしてみようかな。からしの容器の蓋が外れつよしがうどんにからしを大量に入れてしまうと「あしまった!」って感じでですねそしてつよしがからしだらけのうどんを食べて顔が真っ赤になる。 熱からなかなか面白いじゃないですかこの4コマ漫画作っちゃうぞというのはですね日本の4コマ漫画スタイルというのは最後にオチがつくというかですねそういうオチも考えてこの「熱から」みたいなのを作ってくれたということです。第4シーンにはオチがつくこんなような形でできるように僕はプログラムをしています。 この案で大丈夫ですかそれとも何か変更したいですかというふうに聞いてきますので、ここで注文があれば言ってください。例えば、4のシーンでは飛び上がるぐらいの漫画を描いてね。ストーリーは OK。このように言いました。ちょっと修正を加えてもらうということですね。じゃあ、これでやってみましょう。このように画像生成が始まります。ちょっと時間の都合で 途中は早送りをさせていただきます。はい、一コマ目できましたね。ちょっとですね、僕の意図とは少し違いました。一枚ずつ作ってほしいんです。たまにこういうふうに間違う時があります。僕の方でのプログラムとしては、一枚ずつというふうに作ってあるんですが、まあ、こういうところも少しずつ改良をしていきますが、 というかですね、多分皆さんがこれを使う頃にはもう治ってるかもわかりません。こういう漫画ででもですね、悪くはないんですけれども、僕はワンシーンに一つの画像、これを繰り返してほしいと思ったわけです。この待ち時間ってとっても待ち遠しいですよね。どんなん出てくるかなみたいな感じでですね。お、友達とうどん屋に入ってきましたね。はい、唐辛子を入れようと。 していますちょっと唐辛子が日本の唐辛子と少し違う感じがするんですがあらら大量に入ってしまいましたはい4コマ目ができましたそうしましたらここからこのシーンをですねキャンバで割り付けをしていきたいと思いますキャンバの無料バージョンででもできますのでここからあとは誰でもが無料でできると思ってくださいちょっとキャンバの画面を見せます キャンバの画面はこういうい感じですね。サムネイルで使ってたのはこの画像ですけれどもキャンバにはこういうテンプレートが初めからありまして便利なのは2ページ目に吹き出しがこんな風に準備してくれてるんですですからこれをコピーペーストでやればいいわけですこれテキストエリアと吹き出しが別々になっていますのでこういう時ってキャンバではシフトを押しながら クリックすると一つとして持ってこれますのでこれをコピーしてですね1ページ目に移ってコントロール V このようにできるわけですじゃあこの方法で新しいところに持ってきましょうまずは1枚目の画像から持ってきたいいと思います今後僕の方でこの漫画の有料バージョンというのを GPT ストアというのが来年の 1>, 1月これ伸びたんですよね本当は11月末ということだったんですけれども OpenAI も CEO が変わるとか変わらないとかいろいろありましたので年明けになるというふうに発表されていましたそれではですねこの4コマをキャンバに持っていきましょうその時は画像をコピーこのようにしてキャンバに行きますそしてここに貼り付けをします まあ、大きさはどうでもいいですのでまず全部持ってきましょうはいこれで4枚の画像を持ってきましたそしてセリフとかはどうすればいいんでしょうかこれはですね一つずつ持ってくるんではなくてですねこのように、 選択します。そして、コピーをしします。そしてキャンバの方に文字の機能を使ってテキストボックスを追加します。そして、貼り付けます。そしてですね、こういう時は3枚目にこのテキスト用のツールを作っておいて、これ3ページ目に持ってきます。こうやってですね、編集をすれば、いちいちブラウザーのチャット g p t とやり取りをしなくて、このスを キャンバだけでできる。これをうまく活用すればいいと思います。前準備としましては、これを大きく見まして、セリフだけを出せばいいわけです。このセリフ一つ取りますよね。コピーします。そしてテキストボックスを追加として貼り付けます。こういうふうに、う一個ずつのものを作っておけばいいわけです。楽しみだな。コピーします。 そしてテキストボックスそして貼り付け次のシーンですねちょっと辛くしてみようかなこれをコピーしますテキストボックス追加貼り付け第3シーンですねあしまったというところですねこれをコピーこのようにセリフを分けることができましたこういう場合ですねこれをもう消すんじゃなくて 後からですねシーンというのをちょっと言葉として入れたい時もあるので残しておきましょうじゃあ今度は駒に割っていきましょうちょっと大きいですのでこのようにしてまずは小さめ。 こんな風にやっていきます。これからは縦横比なんかを考えながらやっていくわけですけれどもちょっと大きくしましょうまずは絵のないところを削りますそして このキャプションありますがこれちょっと横にどいておいて、まあ、これどんなふうな配置にするかですがこうやって隙間を作ってもいいですよねでこういう時は今横を先に合わすと合わして下を削るとこういうことできれいに枠の中に入りましたもう一度やります削る削る そうするとこの今回の場合はこれで横が合うようにしないといけないですので横合わせて上ちょっと切ってそして下も切るとこれが、まあ、切りすぎた時におかしくなるようでしたらちょっと考えないといけませんが。 このようにしましたこんな場合はあえてこうして横を切るとはいこれにどうでしょうかこれで四つがレイアウトできましたあとは吹き出しを入れていきます C にあったような吹き出しの方がいいですので 例えばですねこれを持ってきますコピーをしますそして貼り付けしますもうちょっといるなぁと思えば最初に貼り付けをしておいてもいいです2つこういうふうに多い目にですねやっておけば便利ですあと消す方が早いですのでですねこういう時にまずここで1個目のシーンですねこれをコピーしてそして 持ってきますもうこのテキストは消してもいいですそして貼り付けますこんな感じですねこれとこれができたのでこういう時はもうグループにしておくと便利ですね出来上がったらグループまあこんな感じですかねちょっと吹き出し反対方が良かったかも分かりませんがこれは文字はいらない吹き出しだけ欲しいそしてここは ちょっとこの吹き出しよりこれなんかがいいと思うのでこれをコピーして貼り付けますはいこういうふうに長い時は開業しましょうそして吹き出しはみ出てもいいから大きめにしてみましょう 微調整はキーボードの矢印キーなんかで動かすといいでしょうこれなんかは、はい、この下にちょっと最初にあって隠れていたこういうのですねこれを配置から最前面へ持ってきますどこに行こうかな今度はここらぐらいでどうでしょう次はセリフ セリフなんかもこういう吹き出しの中に絶対収めないといけないということはなくってこれなんかはちょっと大きめにしますよね。そして色とかを赤とかに変えて、はい、そしてエフェクトをかけるとか、まあ、そういうこともいいんではないかなと思います。そうでですね、これあこれ。れも。 いいですね、漫画って必ず枠に収まってないといけないみたいな感じではないと思いますのでこういうのも一つだと思います。もももっとはみ出てもいいかも分かりません。最後のセリフ。でこういう時は今こういうおとなしい感じの書体ですけれどももっと太くですね派手なものでもいいと思います。 一つ忘れてましたね。何もないところでこうやって編集をしておくとさらに便利です。 そしてうどん屋根の失敗ということでですねはいゴミを取って完成ですこんなふうに4コマ漫画ができました皆さんもぜひチャレンジして楽しい4コマ漫画を作ってみてください今日はご視聴ありがとうございましたまたねー